みんなで行こうワークマンどうもこんにちはヒデで,ですいつもご視聴ありがとうございますこちらのチャンネルはワークマン公式アンバサダーとして活動中の私ヒデがワークマンの魅力やワークマンの新商品を紹介しているチャンネルになりますチャンネル登録まだの方はねぜひこの機会にポチッとチャンネル登録お願いいたしますさて今回はですねワークマン2024年の春夏新作アイテムをね紹介していきたいんですけどもこれから梅雨のシーズンに入ってきます そういう時にね大活躍するレインウェアをね紹介していきたいと思います今回は2商品紹介しますのでね是非最後までご覧くださいそれでは紹介していきましょうまず1商品目がこちらの商品になりますこちらの商品ね今年新発売されたフードの部分頭の部分にフラッシュライトがついたモデルのねレインウェアとなっておりますこちら価格が5800円 上下セットで円で円ございますサイズがこのねケースの横側側面見ていただいたら書いてるんですけども S から 4L となっておりますでこのサイズの、えー、適合身長とか適合はこのこちらのね、あのー、パッケージの側面を見ていただいたら書いてますので店舗でねじっくりと見ていただいて自分のサイズに合ったものをね是非手に取ってみてくださいでこれフラッシュライトの えー、フードにねフラッシュライターが付いてるって言いましたがこれ今までのレインウェアとあちょっと違うくて災害とかそういうものを想定したレインウェアとなっておりますもちろんワークシーンにもで普段の通勤通学とかね普段使いにも使えるんですけどもワークシーン以外災害時有事などねそういう時にもすごく活躍するモデルとなっておりますこれをね詳しく紹介していきましょう こういうパッケージになってるんですけども、この下をね。ポンと下からこう出てくるような。こういうパッケージで袋に入ってます。これこれで上下セットすごくコンパクトなのでね、ね、まあ、キャンプとかにもね。持っていけます。で、災害袋にも災害リュックにも入れとけるというね。まあ、コンパクトなモデルです。まあ、実際に開けていきたいと思います。こういうこういう感じですね。はい、袋から出してみました。こういう感じですね。ウエットした上下セットで5800円です。 今回 L サイズで僕の身長体重は 170cm の 70kg。これで今回 L サイズを選びました。この頭の部分にフードの部分にフラッシュライトがついてるんですね。でこの上の部分ですけども、ここにスイッチがついてて、これを押すことによって光るということです。これ今電池なのかあれが入ってないので、 つかないんですけどもここを押したらつくっていう感じになってます前の部分はねボタンで止まっておりましてボタンを外すと中にねファスナーがありますでこのボタンのところのボタンを止めることによってここからね水が侵入しにくくなりますファスナーは普通のねファスナーですボスにファスナーではございませんこの頭のところのフラッシュライトからずっとつながってて内側のところにね こういうコードが見えてきます。でこのコードを、ね、伝っていくと、左側のポケットに、ね、到達します。ここの中にね、こういうケースが出てきまして、これが USB-C のタイプとなっております。まあ、こういう、ね、ものが初めからついてまして、でこの中にもうあらかじめ入れてるんですけども、単4電池ですね。この単4電池を入れることによって、えー、これが使えます。 であと、モバイルバッテリー、USB-C タイプのモバイルバッテリーでも使えますで。これがね、初めからついてますので、これを挿していただいて、でケースがちっちゃいのでね、邪魔になりにくいですし、ポケットの中に収納できます。そして、ここの上のボタンですね、を押すと、こういうふうにフラッシュライトがつくっていうね、感じです。フラッシュライトレインスーツの特徴は、 フラッシュライトバッグが付いております。まあ、それはね、何かと言いますと、付属の袋にこちらの商品を入れていただいて、フード部分のね、フラッシュライトをパッと出してもらうことによって、袋に収納しながら、その懐中電灯みたいにもなるよという機能です。スマホライトポケット。スマートフォンのライトを点灯して、ポケットに入れます。緊急時のライトや、手元のね、暗い作業にもね、活躍すると思います。エマージェンシーフラップ。まあ、こちらは何かと言いますと、 袖口と裾口の裏側にね、蛍光剤を採用しております。状況に合わせてね、折り返して、視認性を高めてね、安全を確保できます。セーフティーフード。上下左右の顔の動きにぴったりとフィットします。ファスナーを首元まで開けた状態でも、しっかり連動する新設計フード。視界を遮れず、様々なアクティブシーンで安全性と快適性を向上します。後頭部のところにマジックテープがございまして、まあ、そこでね、バリバリっと、 調整することによって顔にフィットします。あとは首元についているね、ドローコード。これを絞っていただくことによって顔にフィットします。ヘルメットをかぶっていてもフィットする立体構造。スライダー式ホイッスル。ワイドな手差しポケット。追気性を高める背中ベンチレーション。腕を通しやすく、ベッタつきを軽減するマイクロメッシュ。などなど様々なね、機能が搭載しております。はい、着てみました。着てみた感じはね、こういう感じになります。こちらの上なんですけども、 上のレインウェアは耐水圧が1万ミリ糖質度が5000グラムとなっております。まあ、こういう感じのデザインの一見普通のね見た目は普通のレインウェアで着ていてもねすごく快適ですしフイルサイズでねちょうどいいなと思いました。で特徴なのがこのフードですねフードの部分をこういうふうにかぶ、えー、ることによって、えー、目線の ライトがこの状態ではちょっとブレるじゃないですか。なのでこのドローコードをギューッとこう引っ張ることによってこういう感じに頭の形になってこの目線ですね実際これ電気消して見てみたいと思います。こういう感じですね実際にこの目線でね、えー、とこう作業ができると。で後ろにもこれマジックテープがありましてマジックテープを、えー、止めるとちゃんとねこういう風に。 フィットします。目線の位置にライトが来ます。で、これをライトがあることによって、まあ、首の可動もね、可能ですし、快適ですし、あとはこの手が使えるってことでね、災害時とか有事とかの時にね、すごくいいです。もう、暗い、電気が、ライフラインがないのでね、電気が消えてる状態の中で、えー、これができると。実際にこの照明も消してみたいと思います。まあ、こういう感じですね。まあ、実際、災害時とかっていう時は、こういう感じだと思うんです。 もうライトもないですし、電気も切てないので、このフラッシュライト、頭の部分のフラッシュライトだけが頼り、結構ね、そういう時に活躍する明るいモデルとなっております。まあ、目線もね、こう邪魔にな,れな,ならないですし、あとはこう首を可動させても、全然この横の視野が邪魔にならないということで、これすごくね、研究されて作られたモデルとなっております。実際に現役の看護師さんとか ま、専門家たちが、えー、参加してこれを開発したらしいんですけども、まあ、そういうねここのドローコードとあと後ろのマジックテープここですねこれをギュッと止めることによって目線もこれがかぶって邪魔になるってこともないですしあとはフードがちょっと大きいので帽子やヘルメットをかぶったままでもねかぶれそうです。こういう感じです でこれ本当に、あのー、自転車、通勤・通学の時もね、自転車のライトと、あとヘッドライトということで、こういうふうに、えー、やるのも安全かなと思います。あとはワークシーンで、まあ、夜の仕事とか、まあ、電気のないところでの、ね、仕事。そういう時に今までこう普通のヘッドライトとかを使ってた方もね、雨の日、こういうフラッシュライトが、ね、あるレインウェア、これワークマンだけなので、えー、今のところは、ね、ワークマンだけ。 の開発なので、えー、ぜひね、試してみてください。あと、このファスナーのところにね、ホイッスルがついてるんですよ。このファスナーのちょうどこの開けるところですね、これに連動してまして、ホイッスルがついております。なのでね、もうホイッスルなくすことないですし、緊急時の時にまにこれを吹いてね、あの救助を待つこともできます。まあ、こういうものがこのファスナーの、ファスナーのところですね、ここにもついてます。なので、 これ標準装備なのでい、ね、いいと思います、まあ、こういうものがね、全商品につけばね、よりいいかなと思いました。こういうちっちゃいものなので、ファスナーのこの機能をね、損なわないので、ね、いいかなと思いました。はい、下をね、履いてみました。下を着用してみた感じは、こういう感じになります。まあ、結構動きやすいですし、あのー、上下セットで5,800円なのでね、すごく、えー、お,とお求めやすいかなと思います。そして、この下なんですけども、下をね、折り返すことによって、 このオレンジの目立つ柄が出てくるんですね。で、上のウはアも、こう折り返すことによって、オレンジのね、目立つ生地が出てきます。これで、視人性がね、すごく増すみたいです。これだけでもね、全然やっぱりこう、違いますよね。見た感じも見やすいですし、いいです。あとは、このポケットのところですね。上のポケットのところ、ここに、このスマホを、 入れれるるよようになってるらしいんですよこれをねここに置いてこういうふうにもできるとまあそういうポケットらしいんですねこれ専用のスマホを入れる専用のなんでてこれジャスト大体のスマホのサイズにあったものらしいんですよなのでこれスマホ深くもないし浅くもないと本当にジャストサイズの、えー、スマホケーススマホケースっていうかこのライトのフラッシュライトの専用のポケットです まこういうものもねついていてすごく、えー、視認性も良くて、えー、災害時にすごく活躍しそうな、えー、レインウェアですあとワークシーンにもねもちろんいいですしさまざ、あ、ま通勤にも使えます、まあ、こういうものがワークマンから出ましたあと細かいところをお伝えするとここの袖口ですね袖口のところにマジックテープがついてるあとは足の裾のととかですねここにもマジックテープ で、調整可能です。まあ、こういうウェアです。はい、今回紹介したのは、フラッシュライト、レインスーツです。まあ、このスマホポケットだったり、フードのね、LED だったり、本当に様々ね、えー、活躍しそうなレインウェアです。耐水圧が1万ミリ、糖質量が5000グラムということでね、まあ、普通の雨にはすごく耐えれるウェアとなっております。まあ、こちら1品目で紹介しました。それではね、2品目いきたいと思います。 次の商品はこちらの商品になります。こういうね、ケースに入ってまして、商品名は、高耐久レインスーツとなっております。当明の新素材、エントラントを使用しております。耐水圧が1万ミリ、糖質度が1万グラムとなっております。国内基地で耐久撥水、あらゆるレインとなっております。こういったレインウェアなんですけども、こちら箱のね、側面に、こういう感じで詳しくね、書いてますので、店舗でご覧になってね、 えー、じっくりと見てみてください。そして、劣化に強い耐久性の素材と、蒸れにくく強いね、快適な素材を使われております。まあ、耐久撥水が30回洗濯機で洗濯してもね、撥水が持続しますよっていう、そういう記事もね、使われております。まあ、こういった ものをね今から紹介したいと思います。今回は L サイズを選びました。身長170センチ、体重70キロ。普段は L サイズで、今回も L サイズを選びました。はい、箱からね出してみたらこういう感じです。こういうコンパクトな感じで入ってました。まあ、このデザイン性はね、あのイージスのデザインに年、ね、ちょっと似てるかなって思ったんですけども、まあすごい派手派手なこういうオレンジ。そして上下セットということでねセットアップです。 あとは収納袋もこれ付いてますのでね、キャンプやアウトドア、そしてライディング、様々なシーンにね、これ活用できると思います。はい、これ上なんですけども、すごくね、派手でかっこよくてね、バイカーとかにも人気出そうな、そういうデザインかなって思います。この、この首の部分にはフードも収納可能で、ボタンでね、これボタンでフードも収納可能となっております。そして、前には、ボタンで、 雨がが入らないいように生地がねついておりますファスナーは普通のノーマルのファスナーです内側はこれメッシュとなっておりましてねべたつきや群れをね防いでくれます、まあ、こういうメッシュがね1枚あることですごく快適にね使えます糖質層が1万ミリなのでねすごくいいと思いますはい着てみましたけども結構これ派手でね、えー、視界性が視認性がいいですなので車から見やすいっていうことでね 自転車やバイクにすごく最適だなと思いました。自分も自転車乗るんですけども、こういうレインウェアがあればね、すごく目立ちますし、車からの視認性もいいですし、自分は大型トレーラーの運転手なので、こういう自転車の視認性っていうのもすごくね、大事だなと思っております。もちろん夜間もそうですが、日中もね、視認性がいい方が安全ですよね。なので、えー、車からの視認性がいい、こういうウェアをね、選んだら、まあ、安全かなと。あとは、 性能ですね耐水圧が1万ミリということでねバイクにも使えるかなと思います、まあ、こういう感じのウェアなんですけども前をね締めてみました前を閉めてみた感じもねすごくかっこよくて見た目もねいいと思います、まあ、普段使いにも もちろん使えます。通勤通学などにもね、いいと思います。ライムイエローを着ているんですけども、結構かっこよくてね、新鮮も良くていいですね。他に特徴なのが、首元に当たる部分にトリコットを使用しているので、快適性がアップします。ヘルメット対応フードで、ヘルメットの上からね、着用できるフードが付いております。マジックテープで調整可能なのでね、すごく便利だと思います。雨が当たりやすい肩の部分に縫い目がなくて、水が侵入しにくくなっております。 アクションカットで作業時に腕が上がりやすくなっております。リフレクター式ので袖口を調整しても隠れない反射板がついております。あとはサイクルカットを使用しております。作業している時に腰からの水の侵入を防ぐことができます。下のズボンなんですけども、膝の部分ですね。ここをタック入れることで膝を曲げ伸ばししやすくなっております。 あとはリフレクターがついていたり、シュームレスパンツ、お尻の部分に縫い目がないので、雨の侵入を防いでくれます。まあ、こういった機能がね、様々ついた、えー、レインウェイと乗っております。実際にこれ上なんですけどもね、下も履いていきたいと思います。ウエスト部分はね、こういうふうにストレッチします。まあ、こういうふうに、普段ズボンの上から履くことが多いと思いますのでね、今回もズボンの上から履きました。特徴の、これ反射板ですね。これ反射板。 これ結構大事、大切だと思います。あと腕の部分にも、これ反射板がついてまして、これやからも車のライトで光ります。この腕の部分をね、調整してもこの反射板は隠れないですよという、作業着、作業時に快適な、作業着向けの商品です。この反射板ということで、これ後ろ、側面からね、車のライトが当たった時に、これ反射してみます。これもね、すごく車から見た時に大切な、ここに人がいてるよっていうことがね、わかる。 大切なポイントだと思います。あとはこれマジックテープですね。マジックテープで裾口を調整できますのでね、自分のサイズに調整できます。こういう感じです。すごくね、えー、ストレッチ性もいいですし、快適です。耐水圧が1万ミリ、糖質も1万ミリということでね、蒸れにくさもありますし、すごくね、いいと思います。これ上下着てみたんですけども、まあ、自転車やバイクの人にね、最適なウェアだと思いました。 あとは通勤通学でもいいですし、作業の時でもいいですね。で作業するときはね、一商品目に紹介した、こちらのね、フラッシュライトレインスーツっていうのもね、おすすめです。あと、今回紹介した他にもね、レインスーツは様々ございます。今回紹介した商品、これ2商品なんですけどもね、店舗に行っていただければ、えー、自分の用途に合わせたね、えー、ウェアだったり、あとは普通の普段着だったり、様々ね、ございますのでね、ぜひワークマン店舗にね、行ってみてください。 こちらのチャンネルはワークマン公式アンバサダーとして活動中の私ヒデがワークマンの魅力やワークマンの新商品を紹介しているチャンネルになります。今回も最後までご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネルではこういうね、新商品ワークマンの魅力などをね、紹介しております。ぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ヒデでした。